こんばんはー。やっほ。やっほ、ほほ、ほほ、ほほー <coughs>。あ、ばれた。<laughs> あ、首ばれてた。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様。あかり、ありがとう。はにほー。はにほー。どうも、やほ、やっほー。 鼻血じゃないよ鼻血じゃないよ鼻血じゃないよこんばんは「イコタイム」見てありがとうございます <coughs> 今日のイコ,ライ,コイコタイム楽しかったですなんかそう最後にも話したんだけどん明日就活の面接 頑張ってねすごい一大事だよね <laughs> 一大事なんだ大切なあれだよね <coughs> 頑張ってね無理しちゃだ無理しちゃだいや無理するべきかあそこはでもあんまり追い込みすぎないでね頑張って緊張しないように緊張するよねでも <laughs> 赤リップどう今つけてまーす私あのメンソレータムみたいななんかスースーするタイプのリップがすごい好きだから赤リップめっちゃ好きです色落ちもしにくいし発色もいい好きでなんかティントって私結構 つけた後、メイク落とした後とかすごい皮むけちゃうことが多いんですけどなんか赤リップはあんまりそれ感じないなって思って最近つけてます定期公演の時もつけてたよ赤リップ <laughs> こんばんはヤッホー楽しかった今日のイコタイム リとナなたんとかきあちゃんがやってるのを見ててああこれいいな楽しそうって思ってたからやれてよかったこんばんわらびち。うんお久しぶりありがとうございます来てくれて今日は皆さんのコメントをゆっくり読む配信にしようかなって思って前来た時と同じ光景 <laughs> 村藤さん 手持ち配信です <laughs> なんか大きい iPad がリビングにあってちょっと持ってくるのがねリビングまで行くっていうのがもう私にとってはもう日本からアメリカまで歩いていくようなもんと一緒だから感覚的にだからもう行けなくてちょっと行く気力がなくてさすがにさえ嫌でしょ歩きで日本からアメリカに行ってくださいって言われたら行かないでしょもうそうなのよ行けないのリビングにもう私は <laughs> だから両手配信でハ <laughs> <laughs> あーあーいい声ありがとう <coughs> テスト勉強していいですかどうぞどうぞ BGM にしてくださいうるさいと思うけどショップリストから今通知きたわ プレセール開催中だってチョコミント塗ってるみたいでいいよね <laughs> それ褒めてる <laughs> でも私もチョコミント好きだからすごいわかる好きですこれ超定期公演また7月に結構すぐいつかにあるので皆さん是非皆さん是非お待ちしてます定期公演 近くでねライブできるとやっぱ皆さんの顔すごい見えるしこうレッスンも送りやすいっていうかちゃんと目バチッって皆さんと目が合う瞬間がすごい好きだなって改めてこの前定期公演やって思ったので皆さんぜひ来てください当たりますようにフフッさんに会いたいよ会いたいよ会いたいよー

好きな人に告白する時の顔みたいなやった時にすごいリアルって言われて私が今攻略している人のことを思い出したってあのアプリのゲームでね攻略しているキャラのことを思い出したって言ったそのゲームの名前なんですけどあーなんだっけストップ違うこれ違う <laughs> 歌い手さんこれ歌い手さんだ <laughs> ストップリは歌い手さんえ違うあんだっけな二つやっててなんか携帯 LINE の返信のやつをこう選択して攻略していくゲームなんだけど2つあるんですよねうんはい2つあってですね題名忘れました <laughs> えでもねまたキャラクターの名前は覚えてるよ私が好きなのはね義理弟のカズイっていうキャラクターカズイってキャラクターがめちゃめちゃとても良いので やっっててしいんんだだけどななゲームだったかな調べれば出てくるかも義理の弟和イって調べれば結構好きなんですよねそういうゲームでもいろんなキャラをいっぺんに攻略しすぎてもうパニック「なんなんもう分かんねえ!」ってなりながらやってる <laughs> パニックパニック ついてかないてなの自分のその気持ちがキャラクターの心情に合わせていけないのいっぺんにやってるからちょいだりちょいだりそうちょいだりだちょいだりですそうちょいだりってやつだと思うなんかそんな感じなんとかだりなんとかだりみたいなやつだった気がする「チャチャンチャチャチャン」ジャジャジャンみたいな曲始めると <laughs> 始まった時の,あのアプリ開いた時の曲が ちゃちゃんチゃチゃチゃんチゃんぐいな楽曲のやつですちょっとね前髪長くてすごい目にかかるんだよね切ったのに切ったのに伸びるよいそうストプリは好きな歌い手さんだ違うわ うるちゃいあウうるちゃいですか女じゃないです男です <laughs> 男攻略のやつです実況やってたのこれえめっちゃ気になるめっちゃ気になるけど私が一番苦戦したのはあの人なんか猫好きな先輩 大学のわーみたいなうんうんそうだねーみたいな先輩がやるんだよマジで何考えてんのか分からん <laughs> なんお前はなんだ猫としか会話できんのかってぐらい気持ちが分からなすぎて多分十10回ぐらいやり直したハッピーエンドいくのに <laughs> 難しかったすごい。 後に、多分ちょいだりってやつだったかなそんな感じだった気がするんですよねあっそうです斎藤さんさんやるやつですそうそうそう初めまして初めましてえ私その声でかかった 嘘慰めてえ理由はないけど慰めてよし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 どうしたのどうしたの何かあったのもう頑張ってるよみんな生きてるだけで頑張ってるよ生きてるだけで精一杯茨城のわーお茨城の夜はねとても過ごしやすいと思うのでえ私のどぼときあるじゃん 気のせいか気のせいか <laughs> ちょっと楽しんでくださいぜひ田舎の方かな田舎の方だと田んぼとかあるとこだと結構寝やすかったりカエルの合唱聞こえたりいいですよ <laughs> あ待ってタワーが立ってるカエルのやつすごい はるごんさんありがとうございましたわたわたわーありがたわー見てるよイラスト <laughs> タコパシよあタコパしたい今日飲んのがずっとたこ焼き食べたいって言ってましたよ銀だこ でも私も今までずっと銀だこが本当に大好きだったんですけどクくクルのたこ焼き食べてからもうクくクルのたこ焼きしかってなっちゃったってぐらいクくクルのたこ焼きが本当に好き大阪のなんか今まで本当カリカリ中,な中がトロトロみたいなっていうたこ焼きが好きだったんだけどクくクル食べた時の本当に衝撃が真逆じゃんだって銀だことなんならなのに真逆ではないか 逆じゃんからカリカリしてないっていうかさすごい一口サイズで食べやすいしさだからもうねククルのたこ焼きはいいぞってみんなに言いたい浩平さん浩平さん最近イコラブにハマりましたどうしましょうどうしましょう <laughs> ぜひ推し麺見つけてくださいイコラブの箱推しでもいいよ箱推し お会いできますようにうよりのショールームで日本語勉強中です」みたいな今コメントが見えたんだけどそれはマジでやめた方がいい <laughs> 絶対やめな私のショールームで日本語勉強できるとこなんて一つもないから本当に良くない口悪くなるよ <laughs> やめなやめな ちょっとやめなよちょっとなんか平和なとこないの平和なちょっとアンナとかさアンナとかキアラちゃんとかキアラちゃんにしなちょっとキアラちゃんのショールームで日本語勉強したらきっとね優しくなれるあああ斉藤キアラです斉藤キアラですトマイトイセツナってなるよ <laughs> なるよ 野口くくるバイト終了しましたおお頑張ったねよしよし牧場行こう <laughs> 連れてってくれるの興味がないわけではない動物好きだし何か別になんかね私バラキで牛とかすごいいるところがあったの鶏とか。 馬とかがたくさんいる場所があってよくそこにねおばあちゃんと一緒に自転車こいで遊び行ったりしてたから私牧場行っても楽しめる自信しかないちょっと行きたいなんなら懐かしい今度行って帰った行ってらっしゃいトマト伊勢 時間はかけしすぎてくよりちゃんに惚れましたどうしたらいいですかええー、どうしたらいいんだろうね <laughs> 嬉しいです ありがとうそれにゃん <laughs> 元気最近元気ゆりさんは元気です <laughs> 似てる秋原ちゃん似てるやったー狼の時のリップはねオペラだったかなあ違うはオレンジリップ 私本当にあの時はマジでマジマジでっていうかオレンジメイクずっとしてたからあざとオレンジつけてましたしかもミリに借りて <laughs> オレンジリップつけてて今はこっちほっとかないでレッド 名前が可愛い,いほっとかないでレッドだって可愛い,いほっとかないでレッドつけてんだよ <laughs> だからって感じだよねごめんね <laughs> え今度ウタペルの映画見てくるやるじゃん <laughs> いいな あななより一緒にポケモンしようゲットだぜピ <laughs> カピカーあああーメガネの直し方私メガネどっち直してるちょっとわかんない言われると分かんなくなっちゃうおお、おおおお 攻略していいですか誰を誰なに。私よ。<laughs> それこれ知識過剰すぎるどういうこと攻略はね攻略しようとしてできるものじゃないんだよきっと <laughs> 急な哲学 <laughs> もう攻略されてるかもしれないね。あ <laughs> テンションおかしいいつもながら。あ、あ、あ、あもう一回別にあとで見よう。オレンジも持ってます。えお揃い本当にやった。 とオレンジめちゃめちちゃゃ可愛いですしかもオレンジメイクした時に本当になんか今までさずっとアイシャドウとかもチークとかも結構オレンジっぽいの使っててで、なのにずっとリップをねオペラのピンクレットを使ってたんですよピンこれを使っててで、なんかその時にあなん色合いが合わないなんか唇だけすごい。 なんかスパゲッティ食べましたみたいな <laughs> 唇してるなんか浮いちゃってるなって思ってなんかミリに「オレンジのリップ持ってない?」って言ったらこれを貸してくれてえめちゃめちゃ可愛いですこのなんだっけねあざとオレンジ今塗ったらちょっと汚くなっちゃうから今度ねえ今度なんかあこれはいっか 今度さあのー、この前パーソナルカラー診断ミリと一緒に行ったんですよ私が行きたくてずっと行きたくてパーソナルカラー診断に <laughs> でミリを誘って行ったんですけどまあ私はずっと私オレンジが似合うと思ってたのオレンジメイクしてたぐらい <laughs>。 オレンジメイクしてオレンジのリップ塗ってってオレンジのチークしてるぐらい私はずっとオレンジが似合うって思ってたんだけど行ってみたら黄み,がつ黄みが強い黄色とかオレンジとか茶色とか黄みが強いのが似合わないっぽくててか似合わん,なんか顔色がすごい暗く見えたりとかあとすごい浮いて見えるオレンジが見えちゃってえっ 私オレンジにオレンジに合う皮膚をの色をしてなかったんだって思ってすごいびっくりしたんだけど黄色みの強い服とか色とかだからあの今度なんかでメイクを変えたんです今もなんだけど。 あんま分かんまかないしかもメイク結構よれてるしあれだけどもなんか今度さあれしよ半顔メイクじゃないけどなんかどう違うのかみたいな色味が何が変わるのかなっていうのもなんかショールームでやったら面白そうだなって思ったんだけどなんかそういうキャラじゃないかなって思いつつちょっとどうだろうやったら見ますか皆さん メイク配信みたいな見てくださいますかわかんない面白そうだなっては思ってるんだけど別に半顔じゃなくても今のメイクあれでもああいいしどうしようってリップ塗ってるとこ見たい あんな T シャツめっちゃ欲しいねえあんな T シャツめっちゃ欲しいよずっと言ってるじゃん私本当に欲しいんだよ本当に欲しい本当に欲しいです嘘じゃない本当に <laughs> 本当だよーそうそうんみたいでそうそうでむしろなんかパキッとした濃い色 単色かなどっちかっていうと赤なら赤青なら青緑なら緑紫なら紫って色がすごいはなんか映える顔をしてるみたいでだからこうブラウン味がかかった濁ってる色なんだろう例えばうんあ白とか黒灰色紺は。 全然大丈夫だだったんだけど、うん、茶色とか朱色とかあと何かこうちょっとやっぱ黄みがかってる逆に青みすぎてもダメみたいでなんかすごい難しかった私の皮膚 <laughs> だからね大変だなって思いました自分に似合うのってでも知れてよかった本当に あ,あそうだったんだと思ってうっそ本当ですか面白そう本当に本当に本当に あ、まつげ伸びましたって言ってくれたこれもねあの下地を変えたんですま,ゆまつげのまつげ下地をキャラ関係ない大丈夫 ?YouTuber の練習 <laughs> 本当見てくれますかよかったら男性の方もよかったら BGM フ声だけでも 聞いいてててくれたら見てくれれたたらら見なって思いますそしたらいつかやるかちょっとすっぴーん顔薄すぎて引かれるかもしれんどこからやったらいいんだろうどこからやります下地はやってていいのこういうのちょっとわからない加減がわからないすっ私眉毛マジでどうしよう待って <laughs> えーどうしよう まあいっかその時の私のあれでちょっと顔のあれで顔の調子のあれでいきましょう青すぎはゾンビになっちゃう確かに確かに確かに私香水つけてないです香水はね つけないかな待ってタワーが来てる気がするんだわっちゃん浴衣着てもっとはい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 あでそうタワーありがとう若ちゃんありがとうございますそしてキツネさんもかなタワーありがとうございます そのこの診断はえっとね色味はねパーソナルカラー診断で自分に似合う服とか自分のこう着方がいい着方例えば足が長く見える着方だったりとかスタイルがよく見える着方は何だろうっていう診断は骨格診断骨格診断とパーソナルカラー診断をやってきましたボンボンボン私はそれでねナチュラル 骨格ナチュラルだったかな骨が大きいんですってナチュラルの方はだから鎖骨がボーンって出てたりとかあと肩幅が広かったり手がでかかったりそう私めちゃめちゃ手のひら大きいんですよ多分女性にしてはすごい大きいと思うほらでかくない <laughs> でかいんです私顔まあ本当に顔顔じゃないか顔もまあ別にちっちゃくないけど手でかいんです私だからちょっと握手皆さん私の手の大きさ測りに来てください <laughs> 手比べしましょう皆さん今度握手会で女の子はねきっと私包めると思うて本当に こうできると思う私 <laughs> 男性はどうだろう <laughs> 皆さんによるかも皆さんのお手手の大きさによるかな <laughs> 大きさ比べしようねん <laughs> うーんナチュラルなよりの香りを楽しみたいあ <laughs> っコメントに困る <laughs> ああ捕まるよ <laughs> 捕まるよほんとにあ肩出しちゃったクセクセもうダメ肩ま <laughs> くりクセ <laughs> なんですよね占いとは違うかなあそうそう皆さんに聞きたかったのがあってあやっぱやめます ネタバレになりそうネタバレになりそうだからやっぱやめますちょっと忘れてください今の間忘れてください <laughs> ちょっと待ってこれネタバレになっちゃうよねちょっとやめますやめました今の何でもないですそうですね今日は天気が良くてすごく暑かった今日日焼け止め塗んなきゃって思いましたもう暑すぎてちょっと <laughs> ちょっとお目が おん手負ける自信がある食べますむしゃむしゃ餃子かよって <laughs> <laughs> はははよりのコスプレメイク見てみてでもキャラによるよねコスプレメイクとなるとちょっと難しそうしかもこう 眉毛が邪魔だからさやっぱ剃らないとさ <laughs> あれだからねちょっと難しいそうだなハンドクリームはね今私あれ使ってますグデ玉のフレッシュレモンの香りっていうハンドクリーム多分、サンリオのこのこのやつを使ってますよくとかあとこの爪のとこあーでもこれ別に ハンドクリームじゃないか <laughs> ごめんって謝らないでよごめんじゃないよ全然てっ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 前髪長い前髪長い本当に前髪長いなんで今日切ったのに 跡付いちゃったっ、ね、見えないそう今日ゆりの日なんですよ私の好きなレイヤーさんたちがすごいゆりの写真を載せてくれててああ今日も生きててよかったってなりました <laughs> 今日も生きててよかった本当に 気持ちです皆さんギフトありがとうございますハートとかだるまさんとか尊いとかありがとうございますハルゴンさんもありがとう私何でも好きです私本当に何でも雑食主義うしゅ,しゅ <laughs> 雑食しっ <laughs> 雑食すぎて雑食すぎて本当に何でも好きなんですよねレイヤーさんの創作の百合が本当に好きで私あのー、甘津様って書く方書く <laughs> 甘津様って方がいらっしゃるんですけどその方がすごいリ意。 過去の自分の写真をリツイートしててさっき見たら天津様のよりは世界一だと思ってますマジで尊い本当にずっとレイヤーコスプレしてる時からずっと好きで見てるんだけど 料を三両のキャラクターに例えたらルくん <laughs> 私はルくんだよきっとルくん好きジャパンエキスポ楽しみだねじめかけるポーでじめかけるポじめかけるポー,るポー皆さん来てくれますか7分の2 2んに会えるのが楽しみ して泣いたはちょっとかわいそうすぎる生きて泣いていいけど死んじゃダメだよそれで全てをダメだよ投げ出しちゃ <laughs> いいゆりある いいゆり私ね漫画はあんまり見ないんですよねゆりに関しては結構あのー、レイヤーさんが多いかな多分「ハッシュタグゆりの日」とか多分トレンドゆりしてると思うからちょっとちょちょちょいってやって探してみてください <laughs> 探してみてくんなまし探してみてくんなまし

ってぐらい良いですはい手 <laughs> てぐらい良いよ本当にやがて君になるは良いよそりゃ良いよ舞台化してるのんだもんうん締めかけるっぽ知らない人多そう確かに めかけるポ <laughs> 生産確認生きてたみんな生きてたよかったおっ藤様のラーメン食べたほんとに美味しかった にぼしラーメンだよラーメンじゃないよ煮干しラーメンだよ食べた BL は好きああ BL 大好きです <laughs> はいとてもおすすめおすすめ教えましょうかこの,この前あの大量買いしたんですよアニメイトで <laughs> おすすめあります今ここにここにありますこここ,ここここここ ユリっていう字体が綺麗じゃないってとっても分かるしバラっていう字体も綺麗じゃない <laughs> ねえなんか分からないなんか日に日に私が分からない日 <laughs> に日に私が分からない。 笑い方が JK っぽくなった <laughs> ったてこと ?JK ってどんな笑い方するんだろう今のすごく偏見だったねごめんなさい JK のこの世の JK の皆さん本当にごめんなさい <laughs> 違うよそういう意味じゃないよあっあっああっあっあっああ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 あ でも、その主人,主人公ってかこのお話のさ、中心の2人が思い合ってるの知ってて知りながらもそれを言わないでなんか「あなんかニヤニヤ」みたいな人いたんじゃないですか男子高校生あれになりたい <laughs> 切実にあそこのポジションがいいマジで超羨ましい私はこいつになりたいって思ったはっ <laughs> <laughs> バカハ切実にあの人がいい陽だまりが聞こえるとってもいいよね伊織をそうか検討中なんだけどこんな話聞いてたらいいね困、ま、迷うよね <laughs> おすすほんとに教えていいバラのおすすめ知りたいそんなに知るほんとに知りたい大丈夫これってどこまで OK なのユりはよくてバラがダメなのわかんないどこまでがいいどこまではいいの 真木君,でしたっけマキ君なんか笑い方そんな感じだった気がしますね笑い方<笑>,笑い方って言った私お名前そんな感じだった気がしますねちょ真木、ね、君ポジがいいなアシトラス シトラスはねアニメちょっと見てたんだけどねよかったなよかったよね <laughs> 優等生とっていうのがいいよな久しぶりすぎてショールームの見方忘れたおンんないか知りたい のをおす,すめするね誰でも見れそうななんかこう嫌悪感とかなく見れそうなもの「青に泣く」っていう話なんだけど本なんですけどこれね本当にね理解に苦しむ <laughs> いい意味でなんかねすごいそもそも何かこう。 時空うんとなんつうんだろう世界観がね二つあるんですよ二つの世界観があってこう時空が歪んでる話なんだけどそもそもが時空歪んじゃってこうなってこうなりましたっていう話なんだけど族がね最近出,出て買いに行っていやばねもうねああそういうことってなんか。 ててががに意味があったのこの主人公と出会った理由とかこの時代に来てしまった理由とかもうねなんでおじはこんなにおじかな誰だろうこの人おじ,さん、まあ、おじさんは何でこんなに主人公に執着してるのに。 なななんでなんでだろうなんかもうすごいんんんだだこの話天才なんだなんか今までさなんかいろんなさ作品ある中でさこう人間らしい作品とかさ「あ続きが読みたい」あ「絵が好きだから続きが読みたい」とか「ああこの話まあ続きも出るなら買おうかな続き読みたいな」とかいろんな続きが読みたいとかさなんか「人間味が溢れる」って作品さめっちゃ好きで見てきたけどさこれは本当に次続かないと許さないってぐらい面白い。<laughs> なんか次続かなくちゃ次続かなくちゃこいつらの未来はどうなるのって私たちの想像今まで生きてきたこの想像力の中じゃマジで考えられないほどのきっと何かをになるはずなのオチが私の思考じゃ足りないのこの話はだから次がなくちゃ 生きていけないの私はなのにゾクってなっててしかも終わりがエンドって書いてあるわけよこれエンドなのえ違うよね待ってちょっつっ1巻見るわ1巻にエンドえちょっと待って 一巻の方に、トゥビーなんとかって書いてあったんだけど、二巻の終わりがエンドになってた。え、ちょっと待ってえ。え、待って、それってそういうこと。え、それってそういうこと、え、これで終わりってこと、え、二巻で終わりってこと、え、ちょっと待って。<laughs> え、ちょっと待って。え、二巻で終わりってこと、え、これ完結したってこと。え、これはエンド。え、ちょっと待って。待って。 ダメだよえ、これで終わっちゃダメなのえ、待ってこれで終わり？え、ちょっと待って本当に待って え、マジほんとにねこれで終わっちゃダメなのね本ほんとに聞いてえ読んだらわかるこれで終わっちゃダメなの絶対納得できないと思うだってこれで終わってしまったらだって主人公は幸せになったのわかんないけど主人公がまだ報われてないまだここで完結しちゃったらだって先があるもん絶対こいつらに先があるけどでも絶対うん <laughs> えー、嘘じゃんちょっと待って推しが死んだぐらいの衝撃なんだけどちょっと待って立ち直れない推しキャラが死んだぐらいショックなんだけどちょっと待って <laughs> え本当にえ胸が苦しい胸が苦しい 胸が苦しいだって主人公がこんなあんまりなもんあんまりすぎるもんねちょっと待ってじゃあちょっとみんな見て審議しよう審議しようちょっと皆さん1巻2巻買って見てほしいもう本当にこの漫画審議してほしいこれで終わっていいのか <laughs> ダメなのか <laughs> えでもワンチャンなんかあれでありそう青になくなんか例えばさあのえー、この前買ったやつなんだけもっけも あーあんまりあれか例えば「何々編」みたいな「何々編」ってやつあ例えば「青に鳴くサイドストーリー」みたいな感じでさパンって書籍化されないかななんかワンチャンあるワンチャン狙っていいっすか <laughs> 本当にちょっと待って うんワンチャンを願ってないと生きていけない <laughs> 振られた <laughs> 振られたわまあいいよねまあそういうこともあるフフ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  はあ放心状態放 <laughs> 心状態すぎてごめんねいや予算そハッピーエンチューじゃないです私全然死ねたとかいけますけどこの話は違うじゃんだって <laughs> この話はハッピーエンドでいて欲しかったんで報われて欲しかいや報われたんだろうけど報われてないっていうかなんかうーん見てほしい <laughs> ああ <ー S 2> 負けても戦え立つんだ アラちゃんあいやバッドエンドも好きなんだけどね <laughs> 放送事故かよって <laughs> 放送事故です信じていきます

ええー、嘘、マジか。まあ、しょうがないよね。そういう話だったんだよね、きっと、はじむから。<laughs> 落ち着こう。ごめんね。<laughs> ごめんね、急に <laughs>。急に謝る。ごめんね。ごめんね、なんか取り乱して。 自己配信だね <laughs> 自己配信だごめんね今日は皆さんのコメントを読もう回だったのはずなのになんかいつの間にか暴走して、はあコメント読みます <coughs> 髪伸びましたえっ「にじくまタワー」だよ 虹もクたタタワーと同じさんってことタワーと同じさんタ,タワーと同じってことですかダぴょんダぴょーんありがとうございますクマありがとうございます テスト頑張ってテスト頑張って応援してるよよりらしいのこれが本当に 切りたいんです、そうそうそうちょっと本当に長いちょっと長すぎ暑いよーって感じだから切りたいなミッコさんテスト勉強そうそうだよねこの時期テスト勉強か頑張れでも頑張ったら夏休みなんじゃない あれ違うかな頑張って頑張れ君ならできるうんパーカー <laughs> アットフォームカフェワンちゃん行くポムポムしてくるんですかポムポム皆さんがアットフォームカフェ行ってきたよって言って写真見せてくれたり報告してくれたりするのがうれしくて体感の口をたくさんしてくれる方が多くてすごい嬉しいです してんねたくさん気が向いた時でいいので白くめっちゃ悪いです私めっちゃなのかなどうなんだろう悪めですでもきっと髪切ろうかな手遅れ交渉のぐらいの長さが一番好きそれ何度も言ってたな何度もサナもショコも言ってた でもねさすがにあそこぐらいまで切っちゃうとねーうーん逆に逆に生きづらいかなセットしづらいししかもこれから夏でさ汗とか湿気でぼ髪の毛膨張するからちょっと縛れるぐらいがいいかな切るならアイロンはサロに扱ってます おうコこア飲んだよ野口食べたよありがとうやったライジングホープのお宅です暑いあ。メガでメガネってどこで買うのどこで買うのメガネ屋さん茨城のメガネ屋さんで買ったやつを使ってます そうななったコンタクトかなうーんまあ確かに今の方がアレンジできるんだけどそう音中ぐらいがいい音中ぐらいがいいなって思います おすすめのファンデーションはクリオかなクリオのクッションファンデをすごい使います私は寝落ちそう無理しないでね大丈夫だよ寝落ちてます もうすぐ名古屋だねー名古屋楽しみだなー早く握手したいなーって思ってる握手し,し,してる時がとても楽しい皆さんと。 ウォチュウォチュ今すぐ君が伝えないならお気に入りのリープはまだつけないままでラッピュ好きよウォッチュウォチュこのあれ<い>ウォッチュウォッチュウ気づいて ヒロインにしてよ言ったことのないあ,あ言葉であ安心させてコンタクトマイナス 7? うそやばそれ大丈夫見合ってるますかさすがに見えてるかすごいね そう,いうコラボ結構みんなお目目悪いんですよああ50時代私もああ50時代私のフィフェス終わった終わってない終わってないよ会えなく会えないかもしれん多分会えない かもしれないけど終わってないよ同じ時代を生きてる <laughs> 同じ時代を生きてるよ北海道行きたいな タンンメの焼きそば食べましたあれすごい好きです私ああれも食べましたそういえばやっとあのー、黒のやつ蒙古タンメンおいしかったねすごいにんにく焦がしにんにくの匂いがしてあーおいしいって思いましたでも辛さはそんなに変わらないかなけど焦がしにんにくの味がめっちゃおいしかったです 面だなおねえ6数って言うんですか6スですかそれとも次は何て言うんだろうファーストセカンドサードフォースフィフスシックスス？ シックススかシックススなんだええー、言いにくいね66枚目が一番言い,いやすい,い,い,やすい物理教えてください <laughs> 物理物理はね 感じるんで <laughs> うおいしいからね焦がしにんにく食べてみてくださいあー売ってるかなわかんないけど <laughs> わかんないけどシックスス、シックススです 見たことのないあー言葉ばでワンチ前髪がクルクルで困ってます強制かけましょう私もねずっと前髪がクルクルでね嫌だったの小学校の時でずっと強制かけてましたでも結構今はうわーあとやばいあとすごい 今はけっあっでも癖結構ひどいかも私今でも元気がないです愛をください 受け取れ えー、ずっと鼻が眼鏡かけてれば鼻高くなるいや <laughs> でも私もねずっとここのここはねめっちゃマッサージしてる鼻周りは高くならないかなって思いながら <laughs> マッサージの方が良さそう眼鏡より。 1> 1時間経ってる早いね何やってんマージでよりいないと生きていけん こっちのセリフやって。こっちのセリフだよって。今日静かな配信だね。ちょっとおとなしめです。これでも <laughs> ちゃんとおとなしくしようって思って、これでもちょっと一時期配信自己配信になっちゃったけど <laughs>。 顎あたりはすごくマッサージされてまして野口は本当にすごくマッサージされてますね野口は常に常にきもう気づいたらこ,ここうやってやってますこことかこことかやってますねー授業中眠気に耐えれる耐える方法 いや、うーん耐えなかったよ野 <laughs> 口は耐えなかったです寝たい時に寝て寝ちゃってたしでもなんか梨紗子が言うには手のここ,ここの部分ここの部分をここの部分をね押すんだってここがここがすごい痛いらしいです グッドスト目覚めるよって言われるよく男の子の男子の髪型ってどんなのが好きえー、似合ってればいいと思うなんか好きキャラではあるけどキャラであるけど結局 イラストがいいから <laughs> 顔がいいわけじゃんみんなだか何でも好きってなっちゃうよねセンター分けもいいし髪短いのもいいし自分に似合ってれば素敵だと思うけどどうなんでしょうこれじゃ答えになってないのかしらえー、髪型えー あーセットしてない髪型が好きですだっじゃあじゃあとか言っちゃった <laughs> セットしていない髪型のが好きかもしれないです私砂感じなんかあり,ありのままの感じ金髪と黒髪染めるならどっちがいいと思いますかああ 黒金なら黒うん金と黒なら黒がいいですうーんでも金も素敵だけどねどっちも似合うと思いますどっちも似合うよきっとでも黒かな白と黒だったら白なんだけどな <laughs> そう そうだねセットしてないセットしてないのが好きな女性多いよねねえんでだろうねなんか素な感じがするからこの特別感があるのかも <laughs> えフ、ー、セットしてないとボサボサになる見てみたいボサボサな皆さんも見てみたい <laughs> 見てみたい得意料理は何かなカップラーメンです。 銀髪いいね銀髪銀髪やってほしい銀とか白とかすごい好きですうんセットしない女いいんじゃないでもその寝癖具合だよね <laughs> 私は寝癖ひどいから

見ます何でも見ます何でも好き「ミルクティーの髪色好き」あー似合う人って本当にあの髪色似合いますよねいいなって思う私きっとああいう髪色似合わない節盤理みたいな髪色私絶対似合わないから節盤理が羨ましい節盤理マジ髪。 <laughs> とてもいいどうしたら早起きできる本当に私も知りたいそれ私時間がねダメなんですよ私も知りたい白髪でごめんなんで白髪がいいって言ってるじゃんなんで 服買いたいのですがアドバイスくださいりょうたんえー、なんだろう <laughs> でもさなんかあれだよね自分が好きな服着てる時のほうがさ楽しくない <laughs> なんか楽しめない こ生きるとといいうことが <laughs> 重い急に重いけどだからなんか自分が好きな服着てるあなたが一番素敵よきっとっていうこと言いたいのはそういうことだから逆にこれ私の好きな服なんだこれ俺が好きでよく着る服なんだって言って来て,てくれる格好が一番嬉しいかもなんか皆さんを知れる気がして コメントで会話してる人すこ今日はコメントたくさん読むって決めた <laughs> 茶髪はねいいと思いますえでも似合ってれば本当に何でもいいと思うなんか似合っでもなんか自分やっぱ自分が好きな色にすべきだよ ねえそう思う思いつか白髪にしたいな白か銀かしてみたいなって思いますて <laughs> ハ <laughs> <laughs> んてんてトゥトゥントゥトゥント とあるはね、レールガンがすごい好きですあ,あ高い歌えないこの曲高くて「絶対似合うね」「サナは絶対メルクティー似合うね」あ「あ絶対似合うね」あ「あ絶対似合うね」<laughs> 絶対似合うよ今ちょっと赤茶っぽい色かなどっちかっていうといやミルクティー絶対似合うね想像ができるもん <laughs> まだ眠たくないかなもしかしておでこ広いですかそう私とってもおでこ広いです 琵琶湖ぐらいあるおでこが琵琶湖でもう大洪水って感じなんかもう溺れてるここで人が <laughs> 手ぐらい広いです紫は正義だろうがよ正義やな <laughs> でも知ってるよ私知ってるよふふふ 恋ってどうやったら叶う恋えー、恋かかないたいだよね叶いたいんだもんね報われたいってことでしょありのままでいるえっ、ー、分かんないでもど 叶えに行くのがいいのか待ってるのがいいのかうん分かんないけどなんか無理に自分作って好きって言われるより本当の自分で嫌いって言われた方がよくない <laughs> どうなんだろう私はそういうタイプだけどでも叶えたい叶えたいなら 相手に好きになってもらいたいなら相手に合わせるしかないよねっていうガチレス <laughs> っていうマジな話にしてしまったけどごめんなんかネタみたいなリプだあのコメントだった <laughs> 嫌いはさすがに嫌か嫌いは嫌か嫌いは嫌だな やっぱ嫌いって言われるの嫌だな <laughs> そうなのあーもう45分そんな時間嫌だあっという間すぎるよ ああああああ目が野口ち,ちゃんって難しいえー、そうそ難しいなんか今度そうメイク配信もしたいって言ったけどちょっと前にやったなんか質問コーナーみたいなショールームもやりたいなって思ってて。 やっったらどっちでやろうかななんかうんツイッターでコメントを募集するかショールームで質問皆さんの何か質問みたいなああってやってバーってきたの読むか迷ってるんだけどどっちの方がちゃんとコメント読めるのかな な Twitter の方でやってもさなんかどんどん順番が変わっていっちゃうじゃないですかコメント来た順にあれ並んでるわけじゃないからさだから途中でどれ読んだかなって「いいね」とかでさ「読みました」っていうのもできるわけじゃないしでちょっと迷ってるんですよね。 ツンデラを好きです人に優しくできないの辛いんだけどって考えてるキツネさんが好き <laughs> 人に優しくできないって悩んじゃってる時点で優しいんじゃないの本当はそれがわかるから私は安心してます <laughs> そういう方ってわかってるから。 早いねーもうねーあー編集長のハッシュタグ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 のやつ確かにあれ答えるのありですねツイッター ツイッターがいいですか、じゃあ、ツイッ。ターにします。か。うーん。うーん。ハッシュタグつけてもいいですか、じゃあ、ハッシュ。うーん。でも。多分全員。 できるか全員読めるか分かんないからなんかあれなんだけど全員の読めなかったらごめんねっていうのを先に見ときますでもやるかまだわからないやろうかなって思ってるけど「ツンデレ」って地獄だよなんかすごいあれだね <laughs> あるわ。 リアル感っていうか説得力が <laughs> ゴリラゴリラゴリラ <laughs> あと9分わあーやだー終わるのやだ <laughs> 皆さん今日は 1>, 1万人ありがとうございます本当にありがとうございますこんな手持ち配信ゆらゆら車酔い配信に来てくださってありがとうございます今日も皆さんとお話しできてよかったですいつもよりは話せたかなどうだろう時間たつの早かったね ちょっととか関係ないよちょっととか途中からとか私が勝手に配信してるだけだからいいのよ自由だ見に来てくれてありがとうございました私が勝手に皆さんとお話ししたくてショールームしてるだけだからね本当に大丈夫だよ はいもう終わっちゃうもう終わっちゃうよピアノ弾ける女の子とても素敵だと思いますなんなら男の人も素敵だと思いますピアノは本当にっていうか楽器は本当に素敵だと思いますあわー終わっちゃうよーえつらいんごフラミンゴ <laughs> あ男女読みます 十三位スモモさん美味しそうありがとうございます十二 G シャンさん G シャンさんおおまえにありがとう十一ブライアンさんありがとうございますそしてジュくんジュくん十位はオーくんです十 <laughs> 位はオーくんですありがとうそして九位はケイありがとうございますそして八位はトモチンなでなでしてあよし,よしいしい子だね。 そして7位はゆかりんさんありがとうございますあそうあのショールームのねコメントを見たらなんか宣伝コメントみたいなの見たら増えててすごい嬉しかったですちょっとんか書いてくださった方ありがとうございます本当に見てますめちゃめちゃ <laughs> ありがとうそして6位はおかちゃんうまさんありがとうございますそして5位はダピョーンありがとうそして4位はソレニャン 浪人ありがとうございますそして3位ははるごんさんありがとうございますそして2位はきつねさんポムポムありがとうそして今日の1位はダララ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  こんな急に「ショールームやります」って言っても見に来てくださっていつも付き合ってくださって本当にありがとうございます私はフラッと皆さんとお話ししたいなと思った時にフラッと勝手にショールームこれからもやると思うので皆さんも気が向いた時にさらっと見に来てくれたら嬉しいです なんか全員のコメントを読めるわけじゃないしさ全員に反応できるわけじゃないからさあれだけどさ本当に皆さんの一人一人皆さんのコメントとか反応がいつもマジで支えになってます <laughs> 本当に支えになってるからありがとう今日も生きてくれてありがとうございます明日も平日みんな頑張ろうね あそうイベントとかあった時ちょくちょく配信できたらなって思ってますでも全部できるかわからないからあれだけども待っててくれたらなって思いますお家で待ってくださってる方も待っててくれたらなって思いますいつもありがとうはいということで皆さんご時間あるかなわかんないけどオ <laughs> レ色に染まってくれるかないよいいよ ありがとうございました。皆さんまた見に来てね。520です。まだ時間あるわかんないけど。先に行っちゃった。520。いつも言葉足らずでごめんね。伝わってたら嬉しいです。この気持ちが。器用じゃなくてごめんなさい。<laughs> 3分あるあ四4分あるあ全然あるじゃん。全然あるじゃないですか。 おお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 おやすみなさいいい夢見ようね一緒にういういういああそうだ時計持ってくるって言って忘れてたまっ今度の時計持ってくるねまた伝わってる本当に伝わってる 橋やりたいな夢であったあの日ずっと恋をしてるちょっと私の話を聞いて大好きなのに私を信じてラビュー他の人には言えない大事な 言葉を。捕まえて。うん <laughs>。今日も。頑張りました。皆さん。 あと1分やだ,ーーやだなーやだなやだな夢に出てくるかもね左目が <laughs> また見に来てくださいねいつもありがとう支えてくれてそう最高の夏にしよう今年は TIFF もいっぱいいろんなイベントがたくさんたくさんあるから「エコラブと作る」 素敵な最高の夏にしようね毎日が素敵な日になりますように最高の思い出になりますように忘れられない思い出になりますように <laughs> 皆さんと作り上げる夏楽しみこれからもよろしくお願いします <laughs> 待ってるよあと20秒は520です520だよ またねー。Good n またね。t おやすみなさーい。<laughs>